志望校として考えているのは、選んだ基準としては、実際学生生活が始まってみると大変さに気づいて、まずそこが来ましたね。このラインナップで被らないってなると結構魅力的。嫌になって鉛筆でぐしゃ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 とか言ってプリントに受験の夏、コピー機の夏っていう感じです。皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。今回ですね、だるまさんにお話をお聞きしていきたいと思います。まあ、6年生の男の子がいらっしゃるご家庭になりますので、まあ、受験に向けてですね、夏休みどのように過ごす予定なのか、それからですね、志望校に向けてどのようにね、学校選び、検討されているのかとか、そういったところを中心にですね、お話をお聞きしていきたいなと思っております。ではね、早速本編行ってみましょう。どうぞ。じゃあだるまさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、6年生、いよいよね、もうこの時期、夏。まあ、受験まで考えるともうほんと半年ちょっとなのかなっていうね。はい。まあ、もうね、さっきちょっと撮影前に少し雑談してた、だいぶ長くね、インタビューもしてきましたねってお話ししてたんですけども。まあ、お子様の受験も本当に、まあ、見えてくるところまで来たなっていう感じなんですけど。まあ、最初にちょっとそのあたり聞いてみましょうか。心境だとか、なんかこう変化出てきたかとか。そうですね、心境的にはそんなに焦ってないかなっていう、うん、もちろん焦りはあるんですけど、うん、なんとかなるんじゃないみたいな、うん、ちょっと楽観視してる部分もあり、うんうん、まあ、でもやることはやらなきゃいけないなっていうところではあるので、まあ、過去問なり算数なりを本格的に家庭でも進めていっているっていうところですね。うんうん、でま、子供自身もやっぱり志望校の話とかが塾でも出るのかな、ちょっと本人から詳しくは聞いてないんですけど、これって志望校ここっていうのはないよね、どこもいいところもあればちょっとなって思うとこもあるから第一希望ってないよねとかっていう話をしてきたりとか、あ、それはそれで私はいいと思ってるのでいいんじゃない、だったらどこの学校行っても来たかったって思えるからそれでいいんじゃない、一番を決めなくてもいいんじゃないっていう話をしているっていうのが最近ですね。うん、なるほどね。まあ心境的に、それとね、気になる志望校のところ、まあそこもね、今日はお聞きしてみたいなと思ってたんですけど、まあお子様はいろいろ候補を考えてるっていうことです。ちなみにどういった基準でとか、まあちなみにどの学校今気になってるとかっていうのは、志望校として考えているのは、うん、立教池袋、うん、なるほど、成城中、うん、成城、人気ですね。世田谷。日大豊山。うん。あと、宿徳。うん、宿徳。学習院。うん。かな？今、この辺かな。じゃあ、このあたりはもう男子校もあれば、共学もあり。そうですね。うん、まあ、本人があまりそこはこだわってないっていうところがあるので、うんうん、まあ、選んだ基準としては通いやすい、部活がそこそこ力を入れてやっていると、あとやっぱり学食ですね。学食の有無、ここがまあ本人もかなり重要視していて、学食がないんだったら売店とかそういうところでどんなものが買えるのかっていうとこが結構ポイントが高いかなって、うん、なるほどね。じゃあちょっと気になるこの学食から一応ね、聞いてみようと思うんですけど、その学食のこだわりっていうのは何なんですかね？息子本人としてはやっぱちょっと憧れみたいな、うん、そう、学校で何かを買って食べるみたいな、うんうんうん、そういう憧れっていう部分があるんだと思うんですね。やっぱお姉ちゃんがそうやって今日は学食ねとかってなってるっていうのもあると思うんですけど、で、親目線で行くと、やっぱり収録で弁当はきついんですよ。だから週1か2ぐらいでやっぱり学食を利用してほしい、利用できるような環境であってほしいっていうのがあって、やっぱりコンビニだと、ね、本人があんまりね、コンビニで食べるものがないとか、コンビニが好きじゃないっていうのがあるので、と、まあね、あったかいご飯を食べてもらいたいなっていう気持ちもあるので、やっぱり学食があるところがやっぱりいいなっていうふうに親も、うん、ますね。これなんかすごいこう具体的に僕考えたことなかったかもしれないんですけど、大体どの学校も自由なんですかね、弁当でもいいし、
俺学食行ってくるみたいなんて。そうですね、自由ですね、うん、ただあの学校のカラーでできればお母さんの手作り弁当を持ってきてくださいみたいな学校もやっぱりあります。もちろんあの売店もあったり学食もあったりしますけど、なんかやっぱ説明会に行って広報の先生からなんとなくそういう雰囲気とか、まあ愛情の見せ方の一つではあるんですけど、なんかそこを強く押されると親としてはね、ちょっとうん、毎回毎日ね収録でそういうわけにもいかないしなとかって思いますし、うん、うん、で学食結構気になるというのは、まあ確か男の子らしいのかな、女の子もでも気になる子もいるか。ああ、そうですね、うん、うちの上の子もカフェテリアで決めてましたね。うん、確かに、うん、そう考えると結構その志望校というか学校選びの中で、そういったとこ見てる人も結構いらっしゃるのかな。なんか進学実績がとかっていうふうにこう親は思いがちですけど、意外と現実的にはまあそういった環境もまあ毎日のことですしね、気になる方も多いかもしれないですね。そうなんですけど、やっぱり他のママと話した時に、うん、特にね一人目だとそこまで考えてないっていう、うん、あの子供本人も気にしてなかったりすると、まあ、お弁当なんて私が作るものだからとかさ、がん、まあ、それぐらい頑張れるかなとかって思っていたりして、うん、それよりも、まあね、進学実績だったり校風だったりとか、うん、時には偏差値だったりとかっていうところの方がやっぱり重きが置かれてしまいがちなんだけど、実際学生生活が始まってみると、うん、この毎日の弁当の大変さに気づいて、あの学食がある学校も良かったのかなみたいに、良かったなとかやっぱあってすごい助かったなっていうような心境に変わったりっていうところも、うん、確かに確かに、一人目だとあんまりね目は向かないかもしれない、うん、まあ向いたとしてもそんなにね重要じゃないよねって思うことあるかも。確かにこう、お姉ちゃん行って、下の子ってなると、そこも結構、毎日のことだしねって確かになるかもしれない。まずそこが来ましたね。弁当作りが決まって、あ、無理だ。学食がないとやっていけない。特に、男子で、部活があったら弁当2つなんて言われた日にはもうっていう感じですもんね。確かに。で、実際なんか8時とか、まあ8時から9時とかの間にね、登校とはいえ、その前になんかこう活動することがあれば、もっと早く行くのにお弁当って言われるとね、朝何時起きて作るってなっちゃいますもんね。なので、結構男子校だと、城北とか、成城中とかは、学食が朝から空いていて、うん、朝早くて朝ごはん、食べ損ねちゃったという子たちのために開けてくれてたりするので、うん、男子校は比較的そういう対応をしてくれる学校があるなと思います。なるほどね。まあここがね、ちょっと戻ってですけども、さっきね、最初に名前があった学校で言うと、まあ、男子校ありつつ、まあ、共学も一部。うん。うん、このあたりはもう通学距離っていう話もありましたけど。そうですね。通学、共学に関しては、あの大きくこだわっているわけではないんですけど、学食で絞っていくとどうしても男子校に絞られていくっていうところはありますね、うん、なるほどね。まあこうさっき名前が挙がったの立教池袋だとか成城、まあよく知られる学校かなっていうところが名前ありまして、うん、ちょっと受験スケジュール僕今すぐパッと出ないんですけど、やっぱりかぶってるところもあるのかな、はい、ここ受けちゃうとここは無理だよとか、これは被らないで考えていたのでずっと被ってないですね。おお、世田谷と成城とかが被ってくるかなっていうぐらいで、あとはまあほぼほぼ被らない感じの学校だったんです。そっかそっか。じゃあ結構パッとね最初に聞いた時にこの中から絞っていくのかなって僕思っちゃったんですけど、うん、このラインナップで被らないってなると結構魅力的というか。そうですね。うん。だからまあ、1日が、こっからの成績によって、成城になるのか、世田谷になるのかっていうところと、まあ、あとは本人がね、どっちが、やっぱりどっちが好きとか、受けたいとかっていうところがあると思うので、うん、まあ、そこが揺れてくる部分かなとは思いますけど、うん、あとはまあ、午後受験もあったりね、武山とかは午後受験があったり、うん、
宿徳も午後があったりするので、うん、そこでまあ組み込んでいけるかなって思ってます。うん、なるほどね。日大武山人気の確か男子校ですもんね。武山はね、結構日大系列は共学多いですけど、武山は男子校でなんかエスカレーターあるっていうね。もう中に入るとびっくりしますよね。びっくりしますよ。僕入ったことないんですよ。生徒が立っていいんだみたいな、ね、うん、生徒さん普通にあのエスカレーターで上に上がってます。普通生徒禁止ですもんね、そういうのって。なんかそう使っていいんですよ。なのでなんかそこはすごい他の学校にはない、ね、魅力の一つだなと思います。うん、確かに。あとはね、スポーツずっとね、野球やってきましたけども、スポーツはね、野球だけじゃなくて多分各部活、まあ名前上がったとこ結構盛んなイメージもありますもんね。うん、だるま家らしいこう候補の上がり方なのかなっていうふうに、やっぱり各ご家庭ごとにありますね。うん、そうですよね。うん、イメージすごい、なんか成城とかも部活すごい頑張ってるイメージありますよね。そうですね。うん、活躍してるイメージがあるので、うん、どの部活に入っても楽しめるかなとは、うん、例えばさっき成城とか世田谷とどうしようかなとかっていうの、まあそこはねじっくり考えていったり、まあ併願プランもどういうふうにしていこうっていうのは、まあここも多分パターンはいくつかね考えられるのかなと思うんですけど、基準としては最終的にはそのどの辺ですか、こう偏差値で選んでいくか、過去問の相性なのか、それともやっぱここ行きたいっていうふうになっていくイメージとしてはどうなのかなっていう。イメージとしては、まあ、安全策を取りたいなとは思っていて、うん、うん、まあ、ね、上は立教になるとやっぱ55を超えてくるっていうところでは、あの1日に抑えて2日の立教に挑戦していくっていうラインナップ、うんうん、でまあそれの結果次第で3日以降どう組んでいくかっていう風に考えてますね。なるほどね。まず1日しっかり、うん、取って、うん、まあ行ける学校って早めにこう固めた上で、まあ理系池袋とか、うん、うん、確かに確かに。実際やっぱりこうお姉ちゃんの時スケジュールとして最初の方に吉祥取って、で、うん、ちょっとじゃあ豊島が丘受けてみようかとかって、そんなイメージだったかなと思うんですけど。そうですね。やっぱりあの最初が取れてる取れてないはかなりあの精神的なアドバンテージが違うと思うんで。あのその後挑戦するっていう気持ちに向けるのかどうか、うん、もしくはその1日の学校をもう一回受けるってなるのかどうするのかって決めなきゃいけないっていうところでは、やっぱり1日の合格っていうのは大きいかなと思います。うん、なるほどね。じゃあもうこのあたりは、まあ、まだね時間があるんで、まあ、あとは塾の先生もね多分そういったあたり、まあ、この学校の場合はこうだよとかっていうことももしかしたらこれからもね出てくるでしょうし、まあ、一番最初に過去問もなんてお話ちょっとずつ解いたりしてるんですか？そうですね、夏前に国語だけ解いたりとか、あと、まあ、算数はあの塾の方でも算数だけちょっとやってみるっていう時間があったりとかしたので、うん、いわゆる埼玉の偏差値50近辺のよくみんなが受けるような学校とか、うんうん、今ちょっともう夏期講習前になってきてるので、ちょっと上位校の算数を解いたりとか、うん、っていうことが、まあ、家でも塾でも少しずつ始まってるっていうか、うん、まあお子様はスタートとしては今は順調な感じなんですか？うん、ちょっとやっぱ体調も崩したりしてたので、うん、本当はもっと進めたかったっていうのはあるんですけど、そこは計画通りにやっぱり行かないものだなっていうところですね。なるほど。体調崩して、まあちょっとね、最近小学生結構体調崩してっていうとこ多いみたいなので、まあここはやっぱり今年もちょっとやっぱケアが必要ですね。そうですね。うん、やっぱりこの暑さが体に応えてくるのかなっていうところで、うん、夏前にね、お姉ちゃんもやっぱり夏前にコロナになって、うん、本当に合宿に間に合うのかどうかってハラハラしたのもありますし、ここで無理をさせちゃいけないっていうのはすごく感じているので、うん、あのスケジュール的にもきちきちには入れないで、できたらここをやりたいなとか、まあ、週1回は
まあ、過去問一教科入れようかなとか、別にそれはできなくてもいいとかっていう幅を持たせていかないと苦しくなる一方なので、できないことに焦って、それが、イライラとかね、子供に当たっちゃったりとか、そういうことにもつながってくるかなとは思うので、うん、親の方もちょっと時間的にも、範囲的にも余裕を持ってというか、幅を持って、うん、計画を立てないとダメだなとは思ってます。うん、確かに。焦りをね、うん、感じてしまうのも良くないでしょうし、うん、まあ、そういったところはやっぱもうすでに一回経験があるのも含めて、少しやっぱり準備は大丈夫そうですね。そうですね。あとまあ直前期になってくるとまたね、どう変わってくるのかなとは思うんですけど、まあ夏はこの感じで、なんとか乗り越えたいなと思ってます。うん、まあ今日はその6年生の夏の取り組みっていうところもね、お聞きしてみたいなと思ってるんですけど、まあその前にちょっとね、コピー機のお話を少し聞かせていただきたいなと思ってまして、うん。もう長いこと弊社のコピー機使っていただいてるんですけど、うん、どうでしょうか。やっとね、本番が来たって感じですね、コピー機の。この6年生の夏は、受験の夏、コピー機の夏っていう感じですよね。確かに。もう、塾から4課のまとめも配られて、もうそれも今もうコピーどんどんしていて、過去問も、そろそろ4教科まとめてコピーを始めていこうかなと思っている時期なので、もうこっからフル稼働だなと思っています。確かに。6年生の夏はね、コピーの枚数本当増えるので、まあ、どのお客さんもなんか一気に枚数増えたなっていう風に、この前月との印刷枚数のこう、あまりに大きく変化した時に、集計ミスしてないかなっていうので、こう、メーカーの方の二重でチェックするようにするんですけど、あ、ミスじゃないなっていうのは結構ね、やっぱ6年生のこの夏すごく多いんですよ。毎年こう感じる時期。やっぱりテキストに書き込んじゃうので、もうその前にコピーを取らなきゃいけないなっていうのもありますし、やっぱりね、小学生男子はノートにやっていくっていうことが難しいので、やっぱり直書きになっちゃうので、繰り返すとなるともうコピーして、3部とか4部とか取っておかないと、やっぱり繰り返し学習っていうのはできないなっていうふうに思います。そうですよね。コピーだったらね、もうコピーしたものにもう書き込んでいくだけなので、まあ単純というか、なんかノート探すとかもないし、まあここからは本格的に本当により使う感じですね。そうですね。で、やっぱりコピーでペラッとある方が子供もこの冊子で何ページから何ページまでって言われるよりは、その見た目の冊子の厚さでちょっと、こんなそんなにやるわけじゃないけど、冊子で見ることよりもペラペラの紙1枚2枚で見る方がやる気がそがれない、いけるっていうところがやっぱり、コピーすぐ出して、ここだけでいいから、このページ右半分だけでいいよとか、これ1枚だけでいいからっていう方が、まあ、やる気にさせられるっていうかね、本人も心が折れずに取り組めるっていうのはすごいですね。だよく聞くとこかなと思うんですよ。やっぱりこう冊子でドン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 ってあると、お子さんもちょっと、やる気出ないわって。そうですね、プリント2枚とかでも嫌がるので、もう2枚やる、もう無理、絶対できないとかいうので、なんかもう1枚ずつ小出しとか、やるところだけ丸して、これとこれとこれ5個だけでいいから解いてとか言って、残りはまた明日ねとか言いながら、できるだけやることが明確になるし、その気持ちをそがないっていうところは確かにもう一番大事ですもんね。で、やる気出ないって、なんとなくちょっとわかるじゃないですか、親としても。この分厚いやつ。なんならそれ何冊もあってとか、なんか色違いで上と下があったりとかって言われると、毎日それってなるとね、やっぱどっかで止まっちゃうけど、もう一枚コピーして、今日はこれ、これってなってればね。まあ、子供は仮に仕方ないかっていう気分だったとしても、やっぱりその学習の積み重ねはね、お子様に残るので。そうですね。時々もなんかそれでも嫌になって、なんか鉛筆でぐしゃ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 とか言ってプリントにぐるぐる書いたりとかして、ポイとか捨ててもコピーなんで全然、はい、じゃあもう1枚出しますみたいな感じで、でこっちもイライラせず、はい、やってくださいって続けられるので。確かにそうですね。イライラも減ります。その原本だった時って何やってんのってなっちゃいますもんね。こんなね、破ったりとか
うん、わかるな。確かに、でもそれあったな。うん。あった気がする、うちも。まあそういう意味では本当にね、コピーしてしまうっていうのは、まあ単純明快、うん、親としてはね、単純明快ですし、お子さんとしても、じゃあ今日はこの何枚なんだなっていうのでね、この15分でなんかとかっていうこともね、うん、あると思いますし、まあ、ガンガン受験までね、活用をしていただきたいなと思いますんで。はい。うん。もう本当にね、受験生にとってみるコピー機って、よく三種の神器なんていろんなとこで言われる。まあ必ずコピー機は入ってるんですよね。他二つはなんか入れ替わったりするんですけど。あ、そうですね。うん。まあ、そのね、大きな武器が、業務用である以上は、お子様にとってはね、環境は整うかと思うんで、まあ、この夏、頑張れそうですね。はい。はい。はい。で、まあ、この夏の取り組みなんですけど、まあ、まだね、夏休み入る前っていう感じなのか、はい、まあ、夏休みここからなんですが、まあ、まず、夏期講習があるのかな？で、合宿も、うん、ありますね。合宿もあります。合宿もある。じゃあ本当に勉強の夏ですね。そうですね。うん。まあ、よく天王山とか言われたりしますけど。